きましょう。今日はバレンタインイベント多分あると思うんでやっていきましょう。多分ある。バレンタインズローズ、見ちゃダメです。あ、いいじゃないですか。ハッピーバレンタイン。ということで、口を開けたい。カンカン、アウト。ということで、ストーリーイベント、バレンタインお茶会これをやりますね。キラキラエンジェルハッピー。先生レベルアップ。
ありがとうございます。これは先生派だし、昨日はロゼと同じベッドで眠りました。ここだけの話、最近身長が止まった気が。朝食はサンドイッチが好みだ。今日も私は目立っているだろう。もっとだ、もっと私を目立たせろ。おはようございます、先生さん。朝から先生さんと会えるなんて。ちょっとヤンデレ感あるな。先生さんのことは何でも知ってます。これを作れっていうことか。入手方法があって、魔女活動すればね、石球部なんかもあるかな。行ってくる。何、心配はいらないさ。魔女活動なんてあったの。朝食はあなたとお揃いがいいのです。ヤンデレ感。一晩中あなたのことを考えてました。ヤンデレ好きな人もいるからな。イベントやるか。行こうか。さあどうでしょう。まあ、こういうのがいいんですね。いっぱいありますね。いいな。ご指導ありがとう、いい様。お、SSR シャンペン。これでシュガーポケッツ全員と知り合うことができた。ありがとう。なんか全部5回全部慣れなきゃしないといけないんだよね。コレクションがあって、
任せください。皆様、魔力供給お願いいたします。エルゴを頼む。教官、カマヨン人が作りし者、人の願いを叶えし者、サポートをお願いします。先生、マスコットジュー、うまくいきます。無駄なカマを、人ならざる者、みんなを守れる魔女。失礼。レッスンの生徒を、この声聞いたら魔法仕掛けの人形劇を。誰が積んでるよ。邪魔よ。サポートをお願いします。ラビオ、我が声に応えよ。邪魔よ。とどめだ。サポートできるの先生、もうおしまいなのですね。これで今月の家計経験値も確保できます。早速思いついた。
ちゃった？そういうわけではないんですが、前に先生から聞いたんです。確か異世界ではこの時期に好きな人や友達にチョコを送るイベントがあるんですよね。それ最高じゃん。好きな人や友達にチョコを送る、それならイベントにしやすいし。え、じゃあマナちゃんも。先生、今日はバレンタイン、甘いチョコをあげるね。それとも先生はもっと甘いやつがいい？これは流行ります。さすがにそんなベタな魔女漫画みたいなセリフは言わないし。そうですね、私の先生さんにそんなことしたら大変なことになるのですよ。そう、ラトゥーラ先輩みたいな。ラトゥーラさんがしなくちゃいけないこともあるし、というわけでリネット、ガーネット、先生、うちのプラン手伝ってくれる？え、それってイベントを成功させる、そのためにバレンタインデーをこの街に広めるし。どんどん行きましょう。なんだこのクリックって。でも倒したい。よしよし、まず一匹倒しました。
のせいかも。ティータランドロック。かまよ、我は月の首を引きし者。月やばいな、シルエが。ミスター、シルエやばい。よし、よしがない。あ、残り1体になった。そんな…レッスンの成果を。いや、どうも、どうも。データ通りよ。みんなを守るには役目を果たすときね。邪魔よ。倒しました。危なかった。もうおしまいなのですね。労働の対価、疲れてたな。いただきます。え、失敗？そうなんだ。ミスティスには結構めんどくさいかも。みんなにも協力してもらってバレンタインの噂を広めてきた。あ、前に先生から聞いたやつ、ステマだっけ。それはしてないよ。私たちはあくまで正々堂々とバレンタインデーの良さを広めたのです。あ、私も図書委員の子たちに手伝ってもらいました。うちはバレー部のお客さんにバレンタインの魅力をプレゼンしたし、それにシャンペにも手伝ってもらったんだ。シャンペはいろんなとこに粉を持ってる。おかげで街全体にバレンタインの魅力が伝わってきた。先生さんはあんまりシャンペさんにはまっちゃダメですよ。何はともあれバレンタインまであと2週間、作戦はすごく順調に進んでます。むしろ順調すぎて怖いくらいですよ。うまくいくに越したことはないのです。私も深夜に壁抜けで生徒の皆さんのお部屋にお邪魔した甲斐がありました。ご就寝中の皆さんの耳元でバレンタインについていっぱい囁いたせいか、皆さんバレンタインデーの話題に夢中になってくれて。ガーネット、それはいわゆる洗脳というやつでは。ちょっと今のはちょっとした演技なのですよ。洗脳なんてするわけありません。それならもっと確実な作戦を選ぶのです。例えば皆さんにちょっぴり特殊な魔法薬を飲ませるとか。ドリマ、ジョークは終わりにしてそろそろ本題に入るし、バレンタインを広めるためにさらなる一手を打とうと思うんだ。さらなる一手ですか？そう、来週うちの校内新聞フローラタイムズで特集記事が出るの。タイトルは冬のカジュアルコーデ特集。それでうち新聞部にリア友がいるから頼んどいたんだ。うちら3人を特集に載せてほしいって。先生だって可愛い私服に着替えたうちらが見たいでしょ。見たい。待ってください、私がそんな特集に載るなんて。それに一体どんな私服を着たら。だったらうちがコーデしてあげるし、もちろんガーネットの分もね。そしてこの特集には私服の他にもう一つめっちゃ重要なテーマがあるの。それは3話クエストをクリアしないといけません。
ここね、行けるようになってほしいよね。その3を挑戦するわけですが、おっと、急戦初めて不利が出た。お任せください。なんか新しい指導が来たね。ただもしかしたら今回負けるかもしれません。負けたら訓練するしかないか。お掃除もメイドの仕事ですからね。任務開始だな。47,000か。これは勝てんでしょう。1万円くらいで訓練してたな。厳しいですね。あ、早くだ。ベジータが全然ダメージ与えられてないし。魔法仕掛けの人形劇を。あ、これはあかん。ベジータって、ベジータって、申し訳ございません、ご主人様。初めて負けシーン見た。退治できなかった魔獣を。開花できる。強くなったぞ。やりました。これで魔獣力もアップですね。とりあえず、ね、バレンタインイベントは全然進まないかな。一回クリアした方がいいですね。敗北を知った。一回で、逆に言ったらいちいち一回でいいけどね。ね、ノーマルで。
ハルハコのレベル？この報酬無駄にはしないぞ。なんだろうこれ。まずフォークロアが出てくる話ですね。騎士家系のご出身、お強くて当然です。でも先生の魔法ってすごい。僕たちとってもパワーアップしてたよ。男のくせに生意気よ。それと私にあんまり近づかないでよね、バカ。エミリアはサキュバスなのに男嫌いだね。うるさいドリジンロ、男なんて嫌いよ、嫌い嫌い嫌い大嫌い。ねえガーネットもそう思う。危ない。どうした？さっきの生徒が暴れて魔法を使ったせいで天井が。いやいやおかしいだろう。魔法すごすぎるだろう。学級崩壊だろう。色ぼけだと判断します。先生様に助けられて一目惚れなさったのでは。先生さん先生さん先生さん、好き好き好き大好きなのです。大好きなんて不死ならなこと言っちゃダメ。校内恋愛は認めないんだから。でもガーネットは好きな人にすっごく尽くすタイプ。おめでとうございます。可愛い呪縛霊、守護霊ができましたね。っていうかいつまで抱き合ってるの。そんなに近づいたらできないだろ。子供ができて。エミリア本気で言ってる？そんな、うん、冗談よ。私は風紀委員、そういう知識も持っているの。すぐに詳しいですね。アルファから教わった知識だと、キスをしたら妊娠して。お嬢様、今は考え事をなさっている場合ではありません。キャー、アリナ様、今夜私とデートしてください。いっぱい来たよ。地獄の底で後悔するといいのですよ。私の先生さんに色目を使ったことを。どうしよう、薬の効果が広がって刻印がめちゃくちゃに。では私たちが助け立ちいたします。なんとか間に合ったみたいですね。ねえ先生くん、エッチなことされなかったかしら。我らヤマトよりキタリシ三姉妹、この花を収め参ります。戦うんだ。あ、いや戦うんじゃないのか。なんだ急に。急に連絡？メオ、これでいいの？うん、先生が映ってる。うにゅ。あ、本当だ。すごい。この機械、指名本数を増やすのに使えそう。シュガーポケッツのシャンペなの。今、シャンペたちは教室にいるの。アンジェリカが結界魔法
が参上です。参りましょうか。このまま戦うのかな。皆を守る剣になるぞ。さあ狙っていった。誰が住んでるよ。我は人が作りし者、人の願いを叶えし者。我が声に応えよ。すごい光を止まった。とどめだ。強い、はい、強くなったアシュレイ。今月の家計簿も安心です。さあ、さらに行きましょう。参りましょうか。父のような英雄に。うそな学校だな。残り1体です。サポートしなさい、クズキヨシ。いいうちやな、死体蹴りやな、これ。とどめだ。いいとこできました。レッスンの生徒いいですね。あそこは最初に打った方がいいのか。ここで決まりました。決して切れん。これで今月の家計簿も安心です。参りましょうか。他のプレイヤーとの勝負だな。
丈夫か、いくらになったっけ。あー、なるほど。一番強いのと挑戦しても多分勝てるんじゃないかな。欲しいな。戦闘開始。戦闘ってなってます。エコを頼む。共感は誰が積んでるよ。みんなを守れる魔女に。一枚じゃある。おっと、聞いてない。ちょっと感じが弱いかな。勝ってみせる。 OK。 バラの木はちょっと感じが狙えてるぞ。とどめだ。すごい。レッスンの生徒を。もっと2体になってますからね。そう。低いです、相手を。あ、後ろ。終わった。ミッションコンプリートです。これでランクが上がりましたね。勝てるでしょうということでやっていきましょう。戦闘開始。ハンドル持ってる。攻撃が集中的に合えてる。えーと、ラビが魔法仕掛けの人形劇を。失礼。ガリオン。うわ、やば。あ、やば、やばい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 。とどめだ。できれば全員残したい。本当に見たい。レッスンの生徒を。これで頑張ります。失礼。オッケー、倒しました。そんなさ、祝杯をあげましょう。ことができるんですね。65しかない。 UR をまず取りに行きたいですね。それがやっぱり強くなる秘訣だから。でも今回はここまでぐらいかな。ありがとうございます。まだあるんだったっけ。一応会話まで聞いて終わりにしましょう。カエルの占いではこっち。大丈夫です。あの方々はとてもお強いですもの。けど先生君の魔法ってすごいわ。お姉さんたちの魔法がとっても強くなってた。クラスの子が作った解毒剤を飲んできたの。まだ3人分しかできておりませんでした。ですので使
ケットは私たちだけですが、あ、それより先生にお尋ねしたいことがありまして、その先ほどの私たちの登場はいかがでしたでしょうか。なでしこお姉ちゃん、この緊迫した状況でなぜ血迷った質問は。だって気になるではありませんか。あの完璧な決め台詞を思い出してください。バレながらロックでした。毎晩工場を練習した甲斐があったというものです。ロックはフォーリナーの方がこの世界に持ち込んだ音楽で、なでしこお姉ちゃんは相変わらず変です。つばきお姉ちゃんからも何か言って。最高だったわなでしこ。私もついつい可愛い妹の写真を激写しちゃったもの。あの戦いの中でまた突っ込んでしまいました。さて改めてご挨拶いたしますね。私は三姉妹の次女なでしこ。私が長女のつばきよ。弓道部に入ってるわ。よろしくね先生くん。三女の楓です。占い研究会に入ってます。よろしくですお兄ちゃん。あ、違います、今のは別におかしな意味では。ごめんなさい先生くん。楓はクールに見えるけど年上の男性が好みなの。なんでも頼りになる兄に憧れているとかですが、なぜそのようなことに。姉がロックマニアとシスコンの変人だからでは。呆れる楓も可愛い。こんな妹が見れるなんてヤマトが開国してよかった。第二次防衛大戦が起きてから100年も鎖国していましたもの。4年前に開国して異国文化が入ってきたけどね。おかげで異国で兄を欲しがる楓も見れたわ。違います、楓は年上の人が好きだとかそういうわけではありません。ただ魔法で助けてもらいましたし、占いでもあなたを頼った方がいいと出て。楓、そんなことを言っている場合じゃないわ。今は先生にこの学院のことをご説明いたしませんか。は？この学院に通っている生徒の年齢は13歳から18歳ほど。入学するには魔女の力に目覚めている必要があります。目覚める年齢は人によってそれぞれですが、魔女として戦えるのは基本的に成人するまでです。成人すると魔法のピークが過ぎて、魔法が使えなくなるわけではありませんよ。ただ力が弱まってしまいます。ですので私たち生徒が魔女活動をしているわけですね。あの、なでしこお姉ちゃん、なぜ今学院の説明を。はぁ、だって大事でしょう説明は。私、皆様からよくそう言われます。いえ、今はこのピンチをどう乗り切るかが重要で。ふふん、見つけた。せいで錯乱なさって。この世界にはキサと呼ばれる物質が存在し、それを元にした各種テクノロジーが発達している。キサには特殊な性質があり、独自のエネルギーを取り出すことが可能である。キサは古くから砂状の特殊な物質として知られており、砂時計型の器にキサを入れたランプや暖房が使われていた。さらにキサは魔女と同じでプラス感情を魔力として変換する力があり、魔力を帯びたキサは通常より多くのエネルギーを生み出すため、魔女がいる都市ではオルケストラが人々の生活を支えるのに一役買っており。あ、ラビーさんがいきなり難しいお話を。まさかこれは。頭が良くなっています。普段は割とおバカなラビーさんの頭脳が面積に。今の私は文武両道スーパーエース。超愛してるよ先生。ラビーさんを正気に戻さなければ。いいですね。愛活感があるね。
いいね、このポーズ。作ってるか。しまったらごめんなさい。なぜかですね。ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。よろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどお願いいたします。キラキラエンジェルハッピー、再生レベルアップ、当然。